あこれな、いやこれ本当にこれに関しては GS2 からちょっとそこまでじゃなくなったよね。この正体だけなんだよね、なんかあんまりにも簡潔なのは。あの GS 正体はイベント自体が短めで簡潔で、文字だけで見るとめっちゃ短いんですよ。イベントの終わり際もめっちゃ簡潔なのがいい。そので、4と、まあ4はもう一番離れてる正体と、なんでその最後余計な心の声を入れるのって何回思ったことか。まあ正体っていうと、例えば一番代表的なのは葉月のあの花、葉月系の花火イベント、やっぱり最後あの葉月のセリフで終わる。もうあれが GS4 だったら絶対最後の主人公括弧の中になんか余計なこと言うんだよ。あのイベント自体、そのスチールが出た後のセリフも少ないよ。あれは演出込みで見ないとダメなんだよね、そのイベント。あのイベントもさすがに PS2 版の方がめっちゃ良かったと思う。まああのセリフの間とか、まあ私別にプロの人とかじゃないけど、でもなんかスイッチ版がなんか変なんだよね、なんか淡白な感じがする。そのなんかまあもともと DS の一色だから、演出面が、まあ、だからあのスイッチ版あの初見の人に、あなんかこれが GS1 って思われたくない気持ちがあるから、だからそのスイッチ版の GS1 実況一番見たくないだよね今は。なんかストレスがある。何回言うんだよ。あと代表的なのはあの三原のその好き状態の時に、あの夏に絶対起きるイベント、三原が雨に濡れたあのイベントもめっちゃ短いよ、その最初のシーンから。あちょいきなり、あちょっと降り、やっぱり降り出した、もう始まり方も完結で、その後のなんか四季さんはなんか雨に濡れたみたいな感じで、めっちゃ簡潔なセリフ何回か言っただけで、で終わるんだよね。それで言うと正体のイベントの中で言うと、かいわれイベント別に私の好みじゃない。それだけはちょっと主人公やりすぎな、なんか主人公の自我がありすぎなのがね、なんかあんまあの基本主人公無難なことを言っていた方がいい、もし無難なこと、もしくは選択肢をくれた方がいいから、あれはあんまり無難じゃなかったから、あの行動をする主人公が、まあそれはちょっとなんか、まあ GS1 はね、その違うキャラクターに対する時が別人になるから、だからは前回も多分言ったけど、その方が主人公に固定イメージがなくていいんだよね。そのかいわれイベントの時の主人公と、多分あと日比谷の時の主人公とほぼ別人じゃん、なんか、まあ、だからなんか別、なんかいろんな幅が多い、広い、幅が広いのがいい。つまり主人公に固定イメージがないのがいい、要は。あと正代の主人公の心の声は少ないし、まあ、あの多分その時期正代の実況を改めて見て、その初見の人に通してね、その改めて、あそう思った、客観的な心の声が多い。例えばあのこれ三原の植物園のイベントね、うわーちょっと照れるな、これがいい、照れる時もこれがいい、なんかみたいな心の声は結構無難で、これはあまり邪魔だと思えないわーちょっと、あとその主人公結構うわーって言うよね。でもなんかこれは後から気づいた、私昔そんなにうわーって言ってるとなんか気づいてなかったからあとな、でもあとつっても2で言うとめちゃめちゃええっていう、一番2の主人公一番ええっていう、で3の主人公はめちゃ牛のようにもうもう言う、まあ、4はもう 4の主人公めちゃフフっていう、で1の主人公はなんだろう、いやない方がいいよ、そういうなんかあんまりにも特徴的なのは、私的にはね、特徴的なのはない方がいい。これこのうわーちょっと照れるなは、もしこれがもし GS4 だったら、私のイメージはね、なんでだろう顔が熱くなってすごくドキドキする
みたいな、なんかこのこんな感じがの顔が想像できる。第一この4の主人公こんな感じじゃん。なんか、ね、これなら超どなんか個性的ですぎ。あの客観的な状況を説明してくれて、私はまあ私は主人公をツールとしか思ってないから、私のゲームをやるときの邪魔をしないでくれ。これは私にとってこれ邪魔です。 お前がドキドキしたことがどうでもいいからとしか思えない。なんかまあなんていうかさ、この特にこういうゲームの時ね、なんか男性向けのギャルゲーで男主人公がこんなこと言ってたら絶対おかしいじゃん。男主人公のことなんて誰も関心ないのに、なんかでもなんかでも女性向けの女主人公だとそうなっちゃうのがね、なんかまあまあいやまあ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 これがなんかやっぱり女攻め語りになっちゃう。初代主人公の場合例外もあるけど、大体の時は無個性主人公らしく無難なことを言う。でも4の主人公はなんか名前なし顔なし主人公のはずなのに、無駄になんか可愛く見せるための心の声やセリフが多い。こんなに主人公可愛くしてどうするみたいな、私にとって意味ないみたいな、こんなにウブでピュアな女の子可愛いでしょみたいな、なんかまあそれが好きな人ならそれは嬉しいだろう。でも全員が絶対全員に好かれるタイプじゃなくない？もう好かれるというかもう興味ない、主人公に。主人公の個性に興味ないわ、私その主人公を見に来てないんだから。その主人公をアピールされると嫌いというかもう邪魔だから嫌い。なんかお前どんな個性しててもいいから、でも邪魔。なんかなんていうかこのまあそもそも好みじゃないのもある、そりゃね、まあまあ、いつも思ってる。お前がドキドキしたかどうかなんてどうでもいいからって毎回思う。お前が主人公どうでもいいから。まあなんか制作、まあ、4のことね、このまあ何回も言ってる、これを思わない日がかな。この毎回4の主人公について語るとき結局これに尽きるね。このまあまあそれはね、そういう感じが好きな人にとってはいいけど、でも全員が全員そうじゃないから、その主人公に燃えたくないプレイヤーのことを考えてないんだよね。まあ、あとそもそもときめも GS って乙女ゲームの中でもなんか異端というか特殊だから、ほぼ基本そもそも乙女ゲーム、ときめも GS 以外の乙女ゲームほとんど主人公顔出してない。最近だと声も出してるし、声もあるし、その主人公を完全に一人のキャラとしてあの扱う系のが多くない？だからもうときめも GS はほぼ最後のオアシスみたいな感じなのに、ときめも GS でさえそっちに寄っちゃうのあまりにも残酷じゃないと私は思ったね。毎回思うけど、そういうのがやりたいならもう最初から名前あり声あり、あの顔ありの主人公でやれ。まあ声ありは珍しいけどね、他の乙女ゲームにも、まあ、せめて他の乙女ゲームのように、いや乙女ゲームの公式サイトを見てみ、だいたい主人公が書いてあるから。アンジェリー君も毎回主人公の顔出してるから。だからこの主人公顔出してない方が、あと主人公の設定も書いてあるから、キャラクター紹介のところに。でも GS4 でこそ主人公のキャラクター紹介書いた方がいいよ、まあ、毎回前も言ったけど。なのに書いてない。その書いてくれた方がめちゃめちゃ親切。あ今回こういう感じ、あ4からはもう全く違うんだってなって、最初に心の準備ができるから。まあこれもう最後まで見たね、四季様の攻略最終回見た例の配信者さん、まあ、動画投稿者。最後に、まあ、私これが一番印象に残ってる、その最後にスタッフロールがな、まあまあまあ PS2 版はあの最後大体あのなんかビーズの曲が流れるから、その方はあの他のなんかDS 版のエンディングの曲は、まあ、だからその人はめっちゃ調べてるんだよね。だってそもそもその音楽にするためにも調べるし、絶対攻略調べてるから、だからスムーズに攻略できた。
その氷室中の時もね、まあ、運動を開けるのがめっちゃ大事だった。まあ、その方のそのプレートが全然パラ開けの部分はカットされてるからよくわからないんだよね。まあまあまあ。で、その最後にその方が言った感想は、その違うタイトルは毎回なんか違う雰囲気がある。まあそりゃね、GS3 と GS1 も、その方は2、3、1の順番でやったかな。まあ全然違う、まあ2と1も違う、そのキャラクターの感じがね、その全体的な庶民的だから、2は2は一番庶民的な感じだから、で3はもう私の中では3はもう乙女ゲーな感じがあるから、まあ、4はもう乙女ゲームでしかない、ノベルゲーム乙女ゲームでしかない。まあまあ、しかもちょっとシナリオあんまり良くない方のね、あスチルもちょっと変な方だね。まあ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 、だから全然違うんだよね。まあでもね、その分かりやすくイチャイチャするイベントがなかったけどっていうね、というコメントがあって、いや そうなんだよね。その正体は全体、しかもその PS 版、そのだって DS 版だと結局スキンシップめちゃめちゃベタベタ触るから、まあ、GS1 に大接近モードがないのが、まあ、最後の砦みたいな。まあ別にあんまあってもいいけど、怖いもの見たさで。でもなんかあんまり、結局あってもあんまりいい結果にならなそうな気もするから、なくてよかったわ。あの GS1 に大接近モード。まあまあまあ、その、本当にそこがね、いやでもね、分かりやすくイチャイチャするイベントばっかり頼るのが4なんですよ。もう対極な存在、いきなり壁ドンするし、いきなりなんか抱きしめるし、いきなりキスするし、いきなりなんかデコで熱測るし、いきなり手握られるし、なんなん本当あれが分かりやすくイチャイチャするイベント、いきなり接近するし、接近するイベント多すぎ。まあある意味乙女ゲーらしい、まあ、そういうのを求めてる人には多いよ。なんか乙女ゲームやったことなくて、初めて乙女ゲームやったから、一番乙女ゲームらしいのがやりたい人にとってはいいと思うよ。その むしろ4をやった後に PS2 版の正体やると、めっちゃ淡白に思うかもしれない。いやでもそもそも全然違うじゃん。分かりやすくイチャイチャするイベントがない、まあ、特に PS 版ね。 DS 版で分かりやすく接近するハズキのイベントを追加されたけど、あまり好みじゃない。まあまあまあ、イベント自体は別にそんなに悪くないけど、やっぱりなんかちょっと狙いすぎたかなって、私個人的には。あとそもそもやっぱり全員一律にキスするのは嫌いなんだよね。その一番DS 版の GS1 の一番嫌いなところ、全部何でもかんでもキスするのは良くないわ。私の森村はそんなことしない。本当にそう、その全員一律キスのせいで、あの平健太でさえも最後いきなりキス、主人公にキスするし、そんなことしないのに。私の中の平はやっぱりなんかそれのせいでいろいろねじ曲げられるのが嫌、なんかキャラクターの個性が出ない、ただの義務キスじゃん。なんかもう絶対最後キスしないとダメだから、なんかそんなキスされて絶対みんな喜ぶの？私はなんか別になくてもいいよ別にって思ってる派なんだけど、別に乙女ゲーム絶対最後キスで終わらないとダメなの？いや別にそんな なくてもよくない別に、なんかなって感じ。DS 版のようなタッチもないし、エンディングでキスもない、そこがいい。まあ対局の付き合ってもないのにすぐチューチューなんか吸ってる、まあすぐキスするのは not for me ね。これなんかエンディング曲の話が出たね。 PS2 版のそのシキニャン、なんかいろんななんかゲーム内のあだ名で書きがち。シキニャンエンドはそのスタッフロールのエンディング曲のその美しき世界のところ、そのアメスチルのドアップが出るところが特に良かった。そもそもエンディング曲のタイトルが美しき世界ね、その美しき世界のそのタイトルが
あの三原式の告白の時のセリフと合いすぎた。だって美しい世界って言ってた。いやだからそれで言えばほぼ三原エンドのための曲。まあまああの葉月の俺たちのえなんかここらから始めよう、あれもまあエンディング曲の歌詞の一部だから、だからまあさすが、あさすがメインキャラクターだよね。葉月 K のエンディングのセリフがエンディング曲とつながるのは、まあ、当たり前といえば当たり前、メイン一番のメインキャラクターだから。でも他のキャラクターはそうでもないよね。まあ分からないけど、なんか気づそもそも気づいてないだけかもしれないけど、その明らかにその美しい世界って言ってるのは三原 だから、そのエンディング曲と合いすぎたね。でも本当にそこも合いすぎた。あこれよく分からないけど、多分なんか GS シリーズの花火大会は男全員あの浴衣着てくるから男だけ浴衣の状態作れる。でも男の服装について、まあこれ何についてのなんかリポストだったのか忘れたけど、これは GS の話になってるから一応読んでる。そのでも男の服装についての言及する選択肢がないから、そこが残念。ちなみに本家ときメモは、例えば初代だと女だけ浴衣着てきて、まあまあ一部 着ない女性キャラもいるから、その浴衣についてどうコメントするかの選択肢も出る。なんか可愛いね、似合うねみたいな、そのなんかそこら辺もね、本当にあの男女兼用版ときメモ5がもし男女兼用版なら全て解決する。同じになるから、いやそなんか結局男女兼用版にした方が私にとってはいいんだよね。その女攻め中的にはその多分この男だけ浴衣の状況を作れて、多分あの本家だと女性のその攻略対象の服を褒める選択肢が出てくるから、だからもしときメモ5が男女兼用版なら、その相手攻略対象の男を女性主人公が褒める選択肢も出てくるから、いやそこがいいんだよね。だからなんか男女兼用版のときメモちゃんとした面白いシステムが搭載されてるあのときメモがやりたいんだよね、新作の。まあさっき言ったことだね、あのときメモの5を主人公性別選択式であの攻略対象と友人キャラ兼用する感じがいいと思ってるもう一つの理由、実はおそらくその方が女攻めに近い遊びができる。だってシステムが共通になるから、例えば本家にあった攻略対象の浴衣を褒める選択肢も主人公と攻略対象の性別問わずおそらく共通で出るようになる。そこなんだよね。で続きがある。だいたい主人公の性別選べる系のゲームって結局男主人公基準になるから、まあそれはそれでちょっとなんか嫌なところもあるけど、でも私にとっての利点は女攻めっぽい遊びができたりするところ、そこが利点。あとなんか女性向けに作ろうとするとだいたい私にとって地雷がある。だいたい私にとってあまりにも余計な配慮はされる。あこれはまあ去年だからまだ移植あもうこれちょっと悲しい。結局移植旧作移植でも結局ああなったから、もう何を期待すればいいのか。まあやっぱり5だよ、やっぱり。でも絶対男女兼用じゃないと無理。まあまあ本家のときメモ招待のリメイクもちょっとやりたいけどね、久しぶりに。まあまあまあそのとにかく今のままの感じの GS5 は私個人にとっては全く期待できなくなった。まあ、私はまあその前はまだ全然移植だと思ってない。旧作移植は個人的には実はそこまで嬉しいっていうわけじゃないんだよね。まあいろんな実況見れそうってのはまあ悪くないけど、でもリメイクもさ、まあ旧作移植、私これはあのベタ移植、そのまま移植の意味ね。で私実はそんなに嬉しいってわけじゃないんだよな。まあ 私コーチにとっては本当に昔のままだったら、まあまあまあ今も PS2 版やれてるし、だから個人的にはまあ別にいらない、まあまあまあいいけど、別にそんなに嬉しいってわけじゃない。
でもまあいろんな地球を見れそうなのは、でも今あまりのでなんか PS2 版と比べちゃうから私にとっては見てもちょっとストレスになるけど、あとリメイクつまり全然なんかもっと例えばライブ 2D とか入れて本当に別ゲームみたいにリメイクするのもさ、そのもしリメイクもさ変なイベント入れられたら絶対泣えるし、まあ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 今のスタッフさんが入れたいイベントで言うと絶対乙女系っぽいやつじゃん、萌え始終みたいなイベントを入れるじゃん、だからそれ絶対泣えるし、まああとそのゲームじゃなければその例えばグッズとかそういうゲームと関係ないのは興味ないなって言ってて、その時点この時点で、まあ、ときめむについて語ってる、ときめむの爆弾システムで特殊だよな、ただのその1994年アンチェリーク初代の発売年ねの初代のときめむ本家からの名残で、その多分全然難易度調整用のそのゲーム的なもので全く合理性がない、そのストーリー的には、だってさ付き合ってないのに、あとそもそも好感度低いのに、主人公が構ってない、主人公と会ってないだけでどんなキャラどんな攻略対象も昇進度が上がるの、さすがに意味何を昇進することあるの、そもそも好感度低いのに、そのちょっと知り合いただの知り合い程度なのに、これはさすがに合理性がない、本当にゲーム的なもの、本当にただ単に難易度調整よ、それがでもなんか名物みたいになってるけど、いやそもそもそれがね、なんか思ったけどさ、これ実は昔のギャルゲーの悪いところが出てたんじゃないかな、だってさこの昔なんか付き合ってないのに他の子と少し仲良くする男の主人公にその暴力振るうヒロイン結構いたじゃん、なんかそういう感じ、なんかなぜかなんか男性向けのなんかそういうのってなんかまるで全員男主人公なんか全部の女の子が男主人公になんかのためにやきもちしてないとおかしいみたいな、なんかすぐ嫉妬するんだよね、別にやきもちする意味ないところでもめっちゃやきもちするんだよね、なんかそういう男性向けの作品って意味のわからないやきもちを焼くんだよね、そもそも付き合ってないのになんかそもそもそうじゃないのになんか謎なんだよね、でもなんかそういうのがいいらしい、まあまあまあそれはいいじゃん、なんかそういう趣味じゃない人もそれはいるけど、そういうのを女の子の可愛い嫉妬とか見なされて萌え要素として扱われていたっぽい、本当理不尽なのに、だからやっぱり全員が好きなわけじゃない、いろんこれ全員が全員好きなわけじゃないけど、いやだからこのでも そのなんかそのベースがあるからこそときめも初代のこの爆弾システムは男性向けの方ね受け入れられたんじゃないかなっていうねだからなんかちょっとこのあまりにも偏見だらけな感じがね、これまあちょっと関係あるかもしれないけど、なんかさゲームのジャンルとしてのシミュレーションゲームじゃなくてさ、その恋愛ゲームを全部これこれ恋愛シミュレーションゲームって呼んじゃう人絶対いるよねこのシミュレーションのところなんかまあそりゃね、一応ねこの実らだけ見ればね、あ恋愛ゲームは恋愛をシミュレートしてるからね、まあそれは意味的にはそんなに間違ってないけど、でもこのここのシミュレーションはちょっとねちょうどなんかゲームのジャンルのことだからちょっと違うんだよね、でもこのなんかゲームの制作者ですらも分かってない場合もある、まあ多分まあ普段ゲームやらない人なんだろうね、そのなんか昔なんか見たんだよね、全然ただのノベルゲーム、つまり別に育成要素とかそういう要素シミュレーションの要素そのシミュレーションゲームとしての要素全くないのにただのノベルゲームなのに、なんか公式サイトがこう恋愛シミュレーションゲームで書いてるなんか一回見たんだよね、何ってなんかまあそれ普通の人がなんか誤解するのは分かるけど、なんか公式サイトもあとねシミューがなんかこれシミュレーションのところがシュミレーションになってることもよくあるからな、
これね、なんか多分発表の2日前ね、この例の GS シリーズのニュースの内容がリアルイベント開催だったという夢を見た。あんまりにもなんか何もワクワクしない夢のない夢。あー、これもう直前だね。まあなあ、確か結構煽ってたからね。なんかもし例のニュースさ、もしゲーム関連の情報じゃないのなら、ゲームの情報ありませんみたいな注意書きが必要なんじゃないかなって思う。そういう注意書き結構見るし、そのだってその注意書きがなくてさ、しかも煽りまくってて、もしゲーム関連の情報がなくてがっかりされても、そりゃそうだろうって思う。それは結構なんか期待していいみたいなこと言われてる。なんか結構ハードル自分から上げてたからね。まあまあ、なんかつまり公式的には、まあファンたちが旧作の移植を求めていることを、なんかこれ待望なやつみたいな感じ扱いじゃない。まあ確かなんか前結構なんか要望を出してる人がいるらしいからね。なんかだからまあ一応制作側も旧作の移植が欲しいみたいな、なんか一応なんかでもそれなのにな。でもまあいくら欲しいって言っても出せばいいってもんじゃないんだよな。いや、やっぱりなんか本当にそんな雑な感じじゃなくて、ちゃんとこれがシリーズの正体、一作目、本当にここからときめも GS が始まった、最初は本当にこうだった、このちゃんとここからの人はこれをときめも GS 正体だと思うよ、これからの人たちはこれが GS1 って思うから、ちゃんと昔の良さをちゃんと、完璧じゃなくてもちゃんと、なんかちゃんとベストを尽くそうとしないとみたいな、ちゃんと丁寧に作らないとみたいな、なんか感じがないから、だからめっちゃがっかりしたんだよね。で、その当時の予想ちょっと真面目に予想してみるか。正直今までの傾向からするとリアルイベントの可能性がやはり高い。でも私ゲーム以外そこまで興味ないし、予想しても楽しくないからする。だからゲームの場合を予想した。さすがに新作は早すぎる。ソシャゲの可能性はもう ほぼはちょっとほんの少しあるかもだけど、まあ、よくわからん。で、あとどんなこと、移植じゃないかもしれないけど、とりあえずもし移植の場合をちょっと考えてみた。4を見ると、私は本当にこれも実は夢のない予想なんですよ。その4を見てあんまりにもね、この4のシステムのベースが3のなんかコピペ部分がね、多分絶対なんかコードとかちょっとコピペしたところあるだろうみたいなくらいな同じ具合なんだよね。この4のベースがその PSP 版3の、これ4、ま、そう4の一つ前に出た GS シリーズはこの DS 版じゃなくて3の PSP 版なんですよね。でもその一番直前のバージョンじゃなくて、この移植のベースが DS 版、下校誘われ地呼び名変更不可のまま、これがもう昔 DS 版の仕様だから、いや、そのくらいせっかく PSP 版で改善されたんだから、そこ4を作るとき、そのいいところを取り入れろよって思ったけど、そこも4のちょっとなんか雑なところで出たね。この改善、なんか多分この制作側も DS 版から PSP 版でそのどんなことが改善されたのかちゃんと把握してないから、そうなっちゃったんだろうね。そこを考えると、結局移植なら多分 PS2 版じゃなくて DS 版から移植するんじゃないかな。いや、これ本当に的中、本当に発表前的中で、しかも権利とかの問題で PS2 のオープニングとエンディングも使えなそうだし、いやでもそこはいいよ、私はやっぱり PS2 版、オープニングムービーとかがなくてもいいから PS2 版の方が良かった。もし個人的な趣味で、もし1の移植だった場合を考えたい。まあ DS じゃなくて、そのオープニングとエンディングを DS 版のに差し替えた PS2 版の移植の可能性もあるか。ああ、それよ、それがよか、それがいい、
それが私はこれ手間かからなそうと思う。なんか一画面だしね。ま、いやまあでもまあでもまあもう4だで結局4をベースに作っちゃったな。なんかそこがな、うん、なんかちゃんと、なんか PS2 版から移植しなかったんだよな。なんか絶対4からやったんだよな。全部4と同じじゃん、 UI とかなんかシステム。なんかだから4のままだから、だからなんかテスト順位が変になってるんだよ。あれ4からいろいろ流用した弊害なんだよ。だからなんかバグで不具合でなんか何かの1か2で起きたなんか不具合なんだけど、なんかポレロとかポレロ来たらあのパラメータが上がらないというその不具合があったじゃん。まあ、つまりあれも多分4のままなんだよ。4のあのギプスの効果のなんかコピペしたんだよ。あれだからもうコピペだらけだよ、その1から3の移植。いやちゃんとした移植作るならやっぱり同時発売とかどうでもいいからちゃんと作ってほしかったわ。ちゃんと1 の移植をちゃんと全力で作ってからその1のテンプレで2と3を作った方がいいよ。まあ3だけは4のなんか4のテンプレで作ってもいいけど、1と2は違うじゃん。 DS 版の移植だともともと2画面なの1画面にするからほぼリメイクって感じになるもんな。まあそれよな、なんか4のままコピペしたよな、いろいろ多分考えれば考えるほどそこまでしなそうって思う、うん、まあ確かにね、移植はしたけどなんかちゃんと丁寧にはしなそう しなかったね。だから私のそこまでしなそうはちゃん、なんかつまりそこまで丁寧にしなそう、移植やっぱり無理。私の中のこの移植、ちゃんとした移植の意味ね、移植はやはり無理だろうって感じで楽しくない。理想の初代リメイクを考えてみたらこんな感じ。PS2 版のままの高画質版で、で DS 版の要素もある。もうそれは完璧じゃん。まあ私は別にいらないけど、まあ、あってもいい。で大接近モードもつける。これはまあ諸刃の剣だけど、まあ、大体の人は喜ぶから、まあ私犠牲になってもいいから、これはみんなが喜ぶリメイクならこうだろう。絶対このつまり全部入り、 PS2 版と DS 版の、いやーそれそのくらいやってほしかったわ。まあ、DS 版のなんか DS 版をベースに移植してもいいから、その方が簡単なら。でも PS2 版の要素全無視はさすがに。ちゃんと PS2 版のいいところ取り入れてほしかったわ。なんかあのやっぱ何回も言ったけど、 PS2 版から DS 版に移植するときに本当に単に DS というそのゲーム機、この携帯ゲーム機、昔の携帯ゲーム機の容量が足りないから節約した部分を全部戻したらいいのにみたいな、まあ何回思ったことか。雑な出来になるくらいならやっぱり全力で初代から丁寧にあのゆっくり作った方が良かったわ。まあ多分女性向けゲームだからどうせあんまり売れないから、あんまり人員避けないから、多分めちゃめちゃブラックな環境だろうな。だからあんなに雑になってもしょうがない、しょうがないって言ってもしょうがあるよ。やっぱり1プレイヤー的にはもう最悪なんですよ。あのなんか期待の昔の 神作がなんかちゃんとした移植で書いてくるのかと思ったら雑になったって、あ悪夢だよ。